この CD でお話ししてくださっている斉藤ひとりさんは、銀座マルカンの創設者で、納税日本一として有名な方です。また、人生を幸せに生きるための本をたくさん出版されています。それでは、ごゆっくりお聞きください。はい、皆様、大変お待たせいたしました。ここからは、斉藤ひとりさんのお話です。皆様、大きな拍手をお願いいたします。はい、聞こえますか？なんだか本当にいっぱいになっちゃったね。ここのパーティー会場はね、だいたい聞いたら800人から900人って言ってたんだけどね、今日で1600人いるんだよね。あ、1800、あ、そう。これで来年は2つに分けてやろうかっていう話もしてる。いや、2日間じゃなくて、死んじゃうよ。やる気になろう。皆さん、雪降んなくてよかったね。今年はみんなに約束したことがあるのね。それは1年の初めって私は2月だと思ってるの。旧正月でね。で、2月から私真面目になります。だから、やることは変わらないんだけど、真面目なことしか言わない。今日は花江ちゃんとかうちの社長たち、恵美子さんとお話ししたんだけど、この会場の中にもほら連れてこられちゃう人とかいろんな人がいて、不思議な話の好きな人と嫌いな人がいるの。今までそういう人に遠慮して、不思議な話っていうのが半分もできなかったのね。で、今年からね、不思議な話が嫌いな人に出てもらう。今日ね、一番最初に話すことをちょっと聞いてほしいんだけど、俺のテープで親の因果は子供に出ないよっていうの言ってるんだけど、あれで質問が一番多いことがあるんで、まずその質問に答えておきます。それがよくおじいさんとかお父さんとか人のこと息もできないほどやり込める、怒鳴る人がいるんだよね。そうすると子供か孫に喘息の子が出ちゃうっていう話をよくしてるんだけど、因果っていうのはね、全員が因果じゃないんだよ。ちょっとみーちゃん、ちょっと来て、申し訳ない。
違う違う違う、道端先生、ここに猫の毛ついてない？そう、OK ごめんね、なんか猫好きだからどこ行っても猫を飼ってるからね、それで因果の話なんだけど、因果って全員が因果じゃないんだよ。因果ってのはね、言われるとすぐピンとくるので、ピンとこないのはただの体の不調だからね。で、何言いたいのかっていうと、おじいちゃんとか親が子供のことを怒鳴りつけたり息もできないほどやると、子供か孫に小児喘息の子が出たり、そういうことがあるよっていう話をすると、おじいちゃんの因果が子供に出ると思う人がいるので、俺は出ないでよ出ないよっつってるから、どっちが正しいんですかっていうことを聞かれるんだけど、その子供も前にそういうことをしてたの、わかるかい？その子供も親の時に人のことを怒鳴ったりしてた人なの。それがちょうどそこへ生まれるようになってる。OK かい？だから親のが出てるんじゃないの、ちょうどうまい組み合わせでそうなるようになってるんだよっていう。で、私は小児喘息だったけど、うちの親もおじいちゃんもそういうこと全然しない人だったよって言ったら、それはただの病気だからね、それは因果じゃないんだよ。誰見ても因果だと思っちゃダメだよ。こんだけ人を集めて因果の話してるってのは俺ぐらいだと思うんだけど今日はね、不思議な話オンリーです俺たちは何のために生まれるかっていうと、魂の成長のために生まれてくる。何回も何回も生まれるの。で、魂の成長って何ですかっていうと、2つだけなの。で、ものすごく実はシンプルなの。で、この宇宙はものすごく本当はシンプルなの。で、いろいろ言わなきゃいけないのは、いろいろ言って商売にしようとしてるやつがいるの。だ、俺みたいのがもう聖書みたい、経典みたいの書くと大体2ページで終わっちゃうんだよもうここ薄いんだよ、薄いなんだ、大きい字で薄い純ちゃんがね、死ぬと、あなたはこの人生を楽しみましたか、それから人に親切にしましたかって、この2つしか聞かないの、聞かれないの。なぜかというと、俺たちは約束してきたの。この人生を楽しく生きて人に親切にするよっていうことで約束してきた。だから約束守りましたかって聞かれてるだけなの。だからこの人生で俺たちは守護霊さんっていうのがいるのね。よく私の守護霊さんって何してんのかしらっていう人いるんだけど、あ、それよりさ、これは私の守護霊さんってどんな人かしらって質問があるの。知りたいでしょ、自分の守護霊さんどんな人か。あんたよりちょっとマシな人ちょっとマシな人、すごいマシな人とかついてないの、ちょっとマシな人がついてない。だから特別なすごいことはできない。それでこの守護霊さんっていうのは、この人生を楽しく生きて、人生楽しく生きて人に親切にしようっていう時しか発動できない。だから暗い人、心配事の多い人、
こういう人には守護霊さんはついてても何もできないの。だから簡単なこと言うと、人殺しする人にもついてるの。だけど人殺しの人に賛同したり味方することはないの。だからちょっと考えると、この人生俺たちはこの親で、この兄弟で、この親戚で、この旦那で、この奥さんで明るく生きるというすごい修行をしてきてねわかるかいそれでも明るく生きて、人に親切にするよっていう。で、明るく生きるだけでも大変なんだよね。人に親切にするだけでも大変なの。でも二つじゃないとダメなの。例えば人に親切にするけど自分はどうなってもいいんだとかっていう犠牲的精神っていうのはダメなの。ここにいる人たち、俺が死んだらこの人たち全員助かるとするじゃない。だったら俺も助けてよだってこんなに助かるんだよ、あと一人なんとかしてよわかるかい。神様はね、犠牲を嫌うのね。だってさ、誰かが不幸になって誰かが幸せになったんじゃ同じだもんな。だから全員が幸せになることを考えるとうまくいくの。だから守護霊さんっていうのは、明るく生きて人に親切にしようって、もちろんあれだよ、ちゃんと生活しての話だよ。で、俺たちちゃんと働かなきゃダメなの。人っていう字はね、支え合ってんじゃないんだよ。こういう字なんだ、あれ。人間が大地に足を広げて立ってる姿なの。わかるかい？だから俺たちは誰かの世話にならないでも立ってられるんだよ。木っていう字あんだろ？あ、木は木じゃ。だけど日本書くと林になるだろ。で、林っていう、要するに一本一本木がいっぱい立ってると風とかなんとかに守られるようになってるんだよ。みんなが寄りかかってるんじゃないんだよ。三本だと森だろ。で、四本でジャングルってのは知ってた知らないな聞いたことなかったね覚えておいて、今度漢字の試験に出るからうん、出ない だから俺たちは幸せに生きなきゃダメだよ。で、守護霊さんっていうのはね、自分も幸せになって人に親切にしようっていうと知恵とかアイデアとかくれるので、神様のひらめきってね、テレビ見てるとその言葉が引っかかるの。だから声で聞こえるんじゃないの。本読んでてもそこだけがピンと引っかかるの。それで心配事ばかし起こしてる人って、心配してる人って言うだろ、心配事を呼び寄せるの。それから怖いことを呼び寄せるからやめな。人間というのは思ったことが叶えられるので、これから難しい話だからね。俺この話あんまり好きじゃないんだよ、めんどくせえから。いや、分かんなくてもいいんだよ。